ノルウェーのヘッダール・スターブ教会、スターブ教会、またはタルイタ会は、支柱と梁で構成された中世の木造教会である。教会の荷重を支える太い支柱が、そのまま建築技術の名前になっている。かつてはヨーロッパ北西部に多く存在したが、現在では、ほとんどが石造りの近代的な教会に建て替えられ、最も多く残っている。ノルウェー国内でも、 わずかに28棟を残すのみとなっている。ノルウェー国外に残されている中世時代のスターブ、教会は15世紀にスウェーデンのヘダードに建てられたヘダードステイブチャーチ、ノルウェー国内に建てられていたものを1842年にドイツのクラムブルに移築したバングステイブチャーチ、イギリスのエセックス州、グリーンステッドに残っている聖アンドリュー教会の3棟のみとされている。 壁面は丈夫な厚板が張り込まれた構造となっており、この見た目からタル板協会とも呼ばれる。世界遺産に登録されているノルウェーのウルネスの木造協会。ありがとうございます。